2006年のバレンシアグランプリはロードレース世界選手権の2006年シーズン最終戦として10月27日から29日までスペインのバレンシアサーキットで開催された 125cc クラス決勝では地元エクトル・ファウベルが独走でシーズン2勝目を挙げ年間ランキング3位の座を勝ち取った2位には年間ランキング2位のミカカリを3位に セルフィオガデアと続き、新チャンピオンアルバロ・バウティスタは4位で 125CC クラスでの自身最後のレースを終えた。タイトル決定がかかった 250CC クラス決勝では、アレックス・デ・アンジェリスが独走でクラス初優勝を遂げた。タイトル逆転を狙ったアンドレア・ドビチオーゾは7位に、終わり、ポイントリーダーのホルヘロ・レンソは4位をキープする、安全策で、初のワールドチャンピオンに輝いた。 同じくタイトル決定がかかったモートジッピークラス決勝は翌シーズンからレギュレーションが変更され排気量が 800cc に縮小されることから今回が 990cc マシンによる最後のレースとなったポールポジションを獲得したポイントリーダーのバレンティーノ・ロッシはスタートに失敗し中断に沈みさらに5周目には転倒を喫して最下位にまで沈んでしまった 一方ランキング2位から最逆転を狙うレプソル、ホンダのニッキー・ヘイデンは安定した走りで3位をキープ、最終的にロッシュは13位にまで順位を挽回したもののヘイデンが5ポイント差で逃げ切り初のワールドチャンピオンに輝いた。レースを制したのは負傷療養中のセテジベルナウド、代役として、 ドゥカティ・マルボロチームから出場した2006年のスーパーバイク世界選手権王者のトロイ・ベイリスだった。これはベイリスにとって GP 初優勝となった。2位にはチームメイトのロリス・カピロッシが入り、ドゥカティはモート GP 初の1から2フィニッシュを達成した。ありがとうございます。